湯河原温泉湯河原温泉の一温泉街に隣接する万葉公園湯河原温泉は神奈川県足柄下郡湯河原町にある温泉。奥湯河原温泉、湯河原温泉、浜湯河原温泉、伊豆湯河原温泉の総称としても用いる。湯河原温泉は数十万年前に活動を終えた湯河原火山の新色カルデラ内に湧き出している。 重厚能はその効果を万人に保証するものではない。縁の行者と穂積農宮浅漁一行による発見説、加賀の山伏による発見説、行記による発見説、工房大師による発見説、狸による発見説など、複数の開け湯伝説がある。湯河原温泉は、万葉集に足柄の問いの河内にいずる湯の世にも頼らに転が、 剣はなくにと読まれており、この下碑が万葉公園に設置されている。明治以降は文豪に愛され、国木田独歩が晩年に、湯河原より、湯河原ゆきなどの短編小説を執筆したほか、夏目漱石が絶筆となった、明暗を湯河原で執筆した。また島崎藤村、芥川龍之介、谷崎潤一郎らが訪れている。日帰り温泉施設。 小米の湯湯河原温泉の宿湯河原駅から千歳川の谷を遡るように温泉街が続いている。隣の熱海には巨大温泉ホテルが隣立するが、湯河原は日本旅館主体であり、古式ゆかしい温泉街の風情が残っている。日帰り入浴施設は、町営の小米の湯のほか、温水プールなどを備える施設もある。また温泉街に隣接する。 万葉公園には大型の足湯であるドッポの湯がある。日帰り入浴施設は5カ所ある。ありがとうございます。